調査隊スタート。はい、始まりました新生雷調査隊。この番組は日本の人、食、歴史、文化を調査する番組です。ユーストリームさんを使いまして全世界へお届けしております。生放送の参加型番組です。やったー。はい、この番組は1時間生放送でお送りしております。チャット、ツイッターでの参加はどしどしお待ちしておりますが、この番組はチャット参加をお願いします。ユーストリームにご登録していただきますとすぐにご参加できますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。はい、私なんかあの面白い話を聞いたんですよ。おお、しょっぱな、はい、しょっぱな、男の人と女の人の一番の違い、こう見た目でパッと見、ニューハーフの方ってこう、あ、はいはいはい、ニューハーフの方と本物の女性の見分け方、一番の違いが赤ちゃん毛らしいですよ、ここの。え、どういうことですか。ここに毛があると、ここに毛がないんですって、男の人って。あ、はいはいはい、そうなんや。ちょっと上げてみてください、おでこ。あれ、あ、でもないですよね。ほら、ほら。お尻さん若干。ほら。僕はないですけどね、全く。何？ないですよね、でも。この赤ちゃん毛、産毛。産毛？うん。これがあるかないかで、男の人と女の人の見分けがつくらしいですよ。私はすごい赤ちゃん毛っていうか、なんか。でもね、だから、なかったら男ってことだよ。だから、いや、あるあるあるって言ったら、今、あって普通なんだね。あって普通な話をしてるからさ、今。おかしかったよね。でも私は結構ね、あの発達してるんですよね。この赤ちゃん毛が結構長いっていう。本気の毛になってる。本気の毛になりかけてる感じなんですよね。だからなんかここの産毛を生やすスプレーがあるらしいんですよ。すげえな。これ分かんないじゃないですか。そう。だから今後ね、またニューハーフの方との区別がどん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 つきにくくなってくるんですね。分からないですね。そうなんです。このスプレーが発売されたら。でもさ、そこまで本当にこう女性になるために努力を惜しまないっていう、そのスタンスがすごいよね。本当すごいですよね。見た目でちょっとでも本当女性ってちゃんと思われるように、産毛が生えるようにとか、しないでしょ、女性の方がそんなことを意識したりとか。女子力ってこう見習うべきですよね。ね、ニューハーフの方から学ぶ女子力ってこと、はい、きっとあるよ。すごいね。私も女子力を学びたいと思います。ということで自己紹介いきたいと思います。私が雷調査隊隊長を務めさせていただいております、ひーままこと、ひーままこと、ひーままこと小川ひとみです。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。十分な強くあるよ。ありがとう。はい、じゃあ自己紹介させていただきます。私が雷調査隊平田員をさせていただいております、ライオンこと、ライオンこと、ライオンこと大西隆です。本日も1時間よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。では私行きたいと思います。はい、雷調査隊にて顧問をさせていただいております、おしんこと、おしんこと、おしんこと、山本真一です。本日も1時間笑って福を呼び寄せましょう。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、本日もね、あの、お昼の放送なんですが、チャット調査隊の方が来ていただいております。ありがとうございます。お呼びさせていただきます。ベンパーさん、こんにちは。待てな、ドスナ野田さん、違うな。ドス、DS、ディスナ野田、ディスナ野田、ナノ、ディスナ野田、ディスナ野田さん、ディスナ野田さん、こんにちは。ちょっと待って、答え違うと思うけど、こう呼んでみたいなあったら、こう、なんてお呼びしたらいいんだろう。はい、呼んでください。DTK2012 さん、こんにちは。エスパーイガさん、こんにちは。そしてそして、ひろかず市川さん、こんにちは。ありがとうございます。鬼の家さん、こんにちは。ということで、ありがとうございます。ディスナ野田さん、ディスナ野田さん、ディスナ野田さん、DS な野田さん、DS なのだ。DS で見てるってことですか。見れます、見れます。いや、今の 3DS はこの Wi-Fi 環境をつなげたら YouTube とかそういうの見れますので、もしかしたら YouTube は見れるけど、もしかしたらすごー。いや、
まあどうなんですか DS なのださん DES なのださんでも DS DS なのださんですかね。へーうわありがとうございます。あの追ってたら追ってるよみたいな。あーみんなだけで嬉しいなチャットができるかどうかわからない。ひろかず市川さんも。ひろかず市川さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、あのこの番組はね全国にチャッターさんをも、はい、あの探しております。はい、長野の方ですか、はい、特定やね。今から見てないところがねあのそうチャッターさんがまだおられない県になっておりまして、ぜひともね、はい、何県にお住まいだとか、うん、あの今住んでる地域とかねあの後々お伺いするんですが先に教えていただけると、はい、あのこちらの方にも名前書いておきますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひろかずって言ったら僕の3人兄弟の一番上の長男の名前ですね。すごい親近感がわかります。わかりますすごい親近感がわかりますひろかずさん、お兄ちゃん壮絶な噛み方するよね。なんだろう、噛むっていうか言葉知らないの。ひろ兄ちゃんって呼んでいいですか。ひろ兄ちゃん、見てね。続けるなよ。めっちゃ暴走してるし。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。始まる前からコメントの方もいただいておりました。読みさせていただきます。はい。DTK さんがね、ありがとうございます。こんにちは。お昼の時間帯は久しぶりです。初回以来かもということで、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。待てよ。エスパイドさんもこんにちはと、うん、こんにちは、こんにちは、ツイッターで呼びかけたらどんどん来たって DTK さん。おお、ありがとう。嘘、ありがとうございます。マジありがとう。じゃ DS、うん、DS なのださん、DS なのださん、ね、ひろかず市川さん、ひろかず市川さん、いやぜひとも、いや打ち込んでほしいな。呼びます。絶対呼びます。優先的に読みます。他の人結構ひいき、結構ひいき、他の人読まへんから。入れて入れて。はい、待てよ。ペッパーさんがね、現在我が家では太陽に吠えろが流れています。どういう状況やろ。でも始まる前からこうやって書いていただいておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鬼の家さん、お久しぶり、うん、みんな元気、お久しぶり、はい、明けおめ、遅いけどって、おめでとう、おめでとうございます。ちょっとそれぶり、お兄たんずっと来れてなかったんだよね。そっか、うん、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、 DTK さんがね、なんだそのスプレーって。あ、産毛スプレー、うん、でもさ、育毛剤なのかな、要はどうなんだろう。でも今さ、その何、育毛じゃなくて何やったっけ、埋め込むの、植毛、植毛とかでやったりはあるやろうなとは思ったけど、うん、その産毛ぐらいを出すぐらいやったら、うんうんうん、そっちの方が簡単じゃない。そうです、ペタって貼るだけのなんかシール状のやつもあるもんね。シール状のやつもあるもんね、多分。いろいろ進歩してますよ。うん、面白っ。面白って。ね、DTK さん、毎週2回もこの冒頭のセリフを聞いているから覚えてしまってる件って。うん、あ、すごーい。素晴らしい。覚えてない人。そう。絶対見ないと思った。今ね、もうね、本当に思った。ね。ドキ。毎週ね、生で聞いてるわけですよ。うん、なんで覚えられないんだろうね。いつか、まあ、VTR を送っていただいて、僕が口パクであの DTK さんの声が流れるようになったら面白いなと思いました。何を言ってんの。何を言ってんの。面白いじゃないですか。何を言ってんの。何を言ってんの。空気を読んでん。空気があれなもんで、すいません。どんなもんやねん。はい、ありがとうございます。はい、鬼の家さんがね、ライオン髪伸びたなと。また伸びちゃいましたね、すぐ伸びちゃうんで。うん、ベッパーさん、液晶テレビでもあの機器があれば雷見れるよって。あ、うちでも見れます、見れます、うちも。あ、嬉しいわ、そんな毛穴が目立つ。エスパイガさん、 3DS お金出して保護者による使用制限機能を買わんと見れなかったようなって。ほう、私使用制限機能つけてますよ、2人とも。そうなんや、うん、あと 3DS、うん、で、お買ったら見れるの。じゃあ3DS は、わかんない、 YouTube、 YouTube 見れますね。なんか保護者の設定っていう項目もある中で、それで制限とかはかけられるようになるかなと思うんですよ。私は制限かけたんですけど、パスワードがわかんなくなって、私もわからないっていう。ネットが使えない、ね、そう、使えない状態になってる。お兄さん、ママ、はい、山本くんは相変わらずだねと。はい、ありがとうございます。変わらず、はい、変わらず可愛いです。はい、このタイミングで小泉さん、はい、小泉さん、こんにちは。お昼休みかな、ね、ね、ありがとうございます。で、券埋まってないじゃん。で、そうなの、そうなんですよ。券は全部埋まったし、うん、あと6つ
近畿関東埋まって1、2、3、4、5、6、あと6個、はい、頑張ります。はい、ぜひとも皆さん力を貸してください。はい、よろしくお願いします。ということで、いろいろ書いてありました。お兄ちゃんがね、うん、あの家の子たちは YouTube は毎回見てるぞって。あ、はい、あ、DS でかな。うちはもう YouTube は携帯で見てますね、2人とも。あ、おお、携帯をお持ちなんですね。携帯お持ちなんですよ。なんかあったら怖いもんな、うん、今のご時世な。小指さん、こんにちは、とありがとうございます。あの、DS なのださん、はい、今チャンス、今チャンス、今チャンス、いつでもチャンス。もう今ずっと DS の話してたからね。ずっとDS 引っ張ったよ。どこまで DS さんで追ってるのかが分からない。お名前が立ってるから DS なのだかもしれへんや。DS なのだ、名前が違ったらごめんなさいね。あの、ひろかずさん、ひろかず市川さんもぜひとも、はい、なんか打ち込んでいただけるのも超嬉しいな。うん、こんなん言ってたら入りにくい。入ってや、入ってやぜひともなんかこう打ち込んでいただけると超嬉しいなと、うん、ほんまに思います。はい、DTK さんがね、ちなみに、兵庫県の淡路島、黄色で塗ってたら間違いだよ、兵庫県だからオレンジだよ。うん、兵庫県、これね、オレンジ塗れてないね。そう、あ、これか、ここか、淡路島。どこのこと思ったんですか。淡路島、ここまだ塗ってないね。うん、岡山だと思った、あの、色がちょっと薄いからかな。違う、淡路島。そうそう、ここやね、うん、ここ、ね、ちゃんと兵庫県ですよね。はい、私、淡路島に友達いるんでバッチリ知ってる。おー、いいね。何回も淡路島行ったことある。素敵。玉ねぎが超甘い、めっちゃうまい。あ、そうだ、玉ねぎだ、私も行ったことあった。めっちゃ和歌山かと思った。和歌山かと思った。はい、ということで、はい、フリートーク長いな。長かった、長かった、すいません。はい、ということで、まずはじめにこのコーナー行きたいと思います。おい、ライオくんお願いします。はい、皆さんお待たせしました。水曜日は大西ライオのご当地3分クッキングのコーナーがあります。はい、こちらのコーナー、こちら日本全国の中から私がね、一軒ピックアップして、そこの有名な材料または郷土料理を3分の VTR で、まあ、作りましたので、はい、料理を作りましたので、3分の VTR で流したいと思っております。はい、じゃあ、ちょっと待って、まあんたはこのコーナー何回やってる。20回ぐらいやってますね。なんで記念すべき20回目ですね。記念すべき20回、なんでできない、これは。記念できない。あんた、ちょっとなんで言われへんの。はい、まああの進める進める。まあちょっとあのね、フリートーク長かったんで、まあ、VTR 見てください。はい、今回はこの件でこれを使いました。さあ何かな、 VTR どうぞ。皆さんこんにちは、大西ライオンのご当地3分クッキングのコーナーです。今私はコシネ汁というものを作っております。コシネ汁、こちらこんにゃく、しいたけ、ネギを使って頭文字を取ったコシネ汁というものを作っております。今回こんにゃくがメインとなります県、群馬県があります。群馬県の生産日本一こんにゃく、もう群馬県にはね、こんにゃくパークっていうところもありまして、まあ本当にこんにゃくが有名なんですよ。で、このこんにゃくが有名でありますゆえに、ある言葉が誕生してあります。からっ風とカカアテンカと上州こんにゃく。ね、からっ風は群馬県に吹く、まあ、乾いた風のことを言いますが、で、今回このこんにゃくを使いまして、もう先にコシネ汁を作りましたね。コシネ汁と、まあ、それだけじゃちょっと寂しいだろうということで、まあ、簡単にこんにゃくナムルというものを作りますので、こんにゃくナムル、こちらお水に塩を足して、まあ、20、30分置いたこんにゃく、ね、一度こちら、よいしょって。まあ、全部水の方を切りまして、まあ、こんにゃくナムルっていう、本当に簡単ですもん。皆さんやってみてください。まあ、水を切った、こちらこんにゃくに、はい、ごま油、足して、もう下味がね、まあ、塩でついてますので、まあ、もうこれだけでも全然美味しいです。で、まあ、色が少し悪いなとか思ったら、七味とかね、一味とかね、ちょっとパパってかけて、よいしょ、こんだけです。まあ下味がついてるこんにゃくなので、それプラスごま油の香りと、うんうんうん、もう全然間違いないです。あ、
本当に塩味つきますね。多分2、30分以上置きますと味がくどくなりますので、あ、これぐらいがいいです。で、最後こちら最初にご紹介しましたコチネ汁をいただいて今回おしまいにしようかなと思います。まあ、お味噌汁でありまして、中に人参も入ってますね。人参油揚げも入っておりまして、まあ、中にはこの豚肉とか入れて、ほんと豚汁感覚で具沢山のね、野菜嫌いの子供でも、まあ、食べれるようにとなってるそうですね。こちらコシネ汁、はあ、うまいね、あったまるね、うん、やっぱ具材を大きめに切った方が食べ心地ありますね。以上、大西大のご当地3分クッキング、まあ、群馬県からこちらコシネ汁とこんにゃくナムルご紹介させていただきました。それではまた。はい、はい、あ、でも美味しそうやった、ね、美味しそうだった。あ、どちらの方が美味しそうでしたか。豚汁、豚汁、豚汁じゃない、違う違う、コシネ汁、コシネ汁、こんにゃくと椎茸とネギの頭文字を取ったコシネ汁、コシネ汁、へー、あ、頭文字なんだ。あの、小泉さんはね、芋煮って聞いてる。あー、ね、芋煮っぽかった。でもすごい。今回あのコシネ汁ともう一つ作ったやつ、何か覚えてますか。こんにゃく、うん、こんにゃくの、あの、塩バーブラ、こんにゃくナムルって言って、こんにゃくナムルって言ってみますから。あ、ナムル、はい、で、まあ、今回持ってきました、はい、おー、ね、こんにゃくナムルの方、ね、汁の方がいい、難しいでしょ、汁の方が良かった。今日ちょっとあれ、コシネ汁は本当美味しかったですね。あれ、コシネ汁だよ。だまあ、めっちゃ簡単なんで、すごい地味。すごい地味。あー、こんにゃくナムル、ところてん見た、ほんまよ。こちら市販のこんにゃくを千切りにしてますね。あの、一度薄く切った後にまた千切りにしたやつなので。そうなんや。あと、まあ、塩水つけて味をつけて。はい、あー、すごい、はい、あ、すげーこんにゃく。はい、じゃあね、もう大地の方から持ってきてよっていうリクエストが、はい、ありがとうございます、はい、なと思います。はい、その間にちょっとだけ、はい、いいですかね。まずエスパイガさんがね、おいおい出来上がってるよって、はい、あらかじめ作ってたら3分クッキング言わないよと DTK さん、小泉さんも手抜きって、DTK さんが3分で作ってないだろって、ペッパーさん、コーナー始まったら我が家のワンちゃんがうーガルーって声始めた。お腹すいたんかな。クッキングってか調味料加えただけ、切ったり焼いたりなどが少ないって、うん、ごもっとも、うん、ね、ペッパーさん、七味の具体的な量はとかめっちゃ聞いてるやん。まあまあ、適当ですね。適当。あの、エスパイガさんね、まあ、ナムルは和え物だから間違いではないけど、こんにゃくだけって、こんにゃくとかもやしとかその他あった方がいいんじゃないみたいな。あーね、確かに。でもね、すごいごま油の、あ、そうですね、うん、香りもして、はい、ごま油が香ってます。お、いただきます。はい、こんにゃくナムル初めて食べた。うん、初めてだと思います。いかがですか。何て言った、初めてだと思います。持って冷やしてください。ちょっとしょっぱっ。待ってください。ちょっと、あ、ちょっと本当にしょっぱい。あ、それ、でも、はい、なんだろう、でも美味しいよ。美味しい、美味しい。なんか簡単に、こんなに簡単に一品できちゃうんだなって思う。そうですよね、まあ、こんにゃくってほとんどが水分で、うん、まあ、96% って言われてて、あと食物繊維がとても豊富なんですね。あ、本当にダイエットとかする方にもこんにゃくよく食べる方が多いので、うん、ダイエットにもいいと思います、うん、はい、次顧問の方ですね、ご質問お願いします。毒味だねって。毒味食べちゃう。これも本当にこんにゃく買ってきてあえただけなの。別になんか塩水につけといてってことです、ね、別にさ、湯がいたりしないの。塩水につける時間を調整するといいかもしれないですね。はい、いただきます。うん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 、ちょっとしょっぱい。食べだして、ちょっと結構しょっぱいですよ、うん、うんうん、あ、でもさ、ごま油って間違いないやん、うん、ごま油、そうだね、何でも美味しくなるよね。あります、うん、で、やっぱ七味がいい。え、食べんの、アクセント。ごま、しょっぱいかなと思って。何、うちらが毒味みたいになってるやん、ね、ほんまにの。本当だよ、食べ
たんだね。うんうんうん、ご飯がちょっとしょっぱいね。え、さっき作ったのとは違うやつなの？うん、一緒です。なんて一緒ですけど、出来たてはこの 2,30 分ついて食べた時はそこまでしょっぱくなかったんですけど、やっぱ味が よりしめたんじゃないかなと思いますね。味がよりしめたと思います。よりしみた、うん、いかがでしたか？もうもっと、まあ、ありがとうございました。ありがとうございます。でもね、はいはいはい、私はあの豚汁の方がね、はい、食べたかったな。食べたかった豚汁じゃないから。名前覚えて。ごめん、お味噌汁ね。しねじ、しねぎ、しねぎ汁、しねぎ汁、しねぎ汁。でも群馬ね、うん、群馬ですよ。群馬はあのゆるキャラもね、群馬ちゃんやったっけ。あー、群馬ちゃんいますね。有名になってきましたが、いっぱいね、群馬も行ってみたいな。行ったことないんで、私こんにゃくパークに行ってみたいなと思って。こんにゃくパークね、ね、あのこんにゃくパークどういうことか。美味しそうやもんね。はい、はい、ということで、はい、DTK さん、やはりしょっぱいとか、うん、塩分が多すぎるんだねとか、うん、はい、鬼の院さんはね、うん、上の子はこんにゃく大好きだなーとか。へー、本当にすぐ簡単にできますので、やってほしいと思います。喜ぶさんもね、うん、ぜひともお試しください。はい、はい、以上、おんちゃんの違う、ワンテンポ置くのね。何がおかしいんだよ。いきますよ、じゃあもう一回はいって言ってくださいね。はい、以上、おんちゃんのご当地3分クッキングでした。また来週も楽しみにしておいてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、でも本当にありがとうございました、持ってきていただいて、はいはい。またもう家の方でも星ねじを作ってください。うん、うん、はい、やってみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きましてこのコーナー行きたいと思います。だらん、間違った。そうやな、うちも思った。大丈夫、どうした。こういうコーナーがあるんだな。どうした、なんか恐れ引くんかってちょっと思った。このコーナー行きまって出しちゃったよみたいな。水曜日、毎週水曜日は皆さんと討論をやっております。はい、本日のテーマはですね、こちら、少年法改正すべきかということで、前回、先週の水曜日に討論のテーマになった、あの異物混入の、そうだよね、いたずらやってみました動画についてみたいな、はい、件についてお話しさせていただいたんですけれども、犯人が逮捕されました。そうやね、巷ではね、もうニュースもうバンバンやってるんで、皆さんもご存知だとは思いますが、滋賀県まで行ったみたいですね。へえ、すごいね。うんうん、私あんまりよくちょっと知らないんで、ちょっと説明していただけますか、うん、その事件の概要。どうでも皆さんご存知だと思いますけど、うん、あ、まあね、YouTube とか、そう、うん、YouTube を使いましてね、自分でこう異物を作って、あ、作ってって、爪楊枝をね、お菓子に入れたりとかして、はいはいはい、でこうざまあみろみたいなことを VTR で撮ってるわけですよ、うん、であとはこう万引きしてる映像を YouTube で撮って、うん、余裕だ余裕だと言ったりしてる VTR がいっぱい投稿されていましたと。それをもとにね、なんか警察の方も調べてて、うん、まあ、実際まあ蓋開けてみたら自分で持ち込んだものを、ああ、そういうことだったんですね、はい、とかいうね、ニュースが巷でいろいろ出てるわけですよ、うん、その中で本日はね、チャッターさんより G メールの方からいただきました、はい、エスパイカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。少年法を改正すべきかどうかっていうのをね、うん、実際皆さんと討論してみたいなという形で、うん、お話をいただきましたので、うん、ぜひともじゃあこの場を借りて皆さんと一緒にね、はい、ちょっと改めて考えるのもいいんではないかと思いまして、はい、この討論テーマにさせていただいております。はい、はい、なので、まあ、皆さん思うことはいろいろあるとは思うんですが、うん、まず今皆さんが改正すべきかどうか、まあ簡単に、うん、すべきすべきじゃないっていうのを先に打ち込んでいただけてもいいんじゃないかなと思います。今どう思われてますか、ぜひとも打ち込んでください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ペッパーさんが、ね、日本人なきについてではないのって、もう今はすごいね、私ちょっともう昨日、うん、すごいやっぱショックやった。あ、今ね、皆さんは打ち込んでてくださいね、うんうんうん、そのラチの話やけど、あれでもなんか熱情じゃない、合成じゃないかみたいなことも言われてますね。いろいろね言われてますけど、信憑性は高いともなんかやっぱり言われてたりとか、うん、でなんかでもすごいね、拘束されてから多分ちょっとはね時間経ってるはずなんで、綺麗に、うん、
あの映像的に言うとすごい綺麗にしてたのが不思議で、ヒゲがボーボーに生えてますとかじゃなくて、ちゃんとこうヒゲも綺麗に手入れされてて、髪の毛もボサボサじゃなくて短くなっててとか、あ、なんか、確かになんかね、ラチはラチでも、ラチはラチでも、なんかそういうのがあるらしいですけどね。私もそこは詳しくは知らないので、ありがとうございます。 DDK さんがね、はい、まず出た21世紀最強バカ事件とか、あ、万引き動画は自分の映像ではないらしいって。すごいね。あの、本当我々もね、知識がね、そんなにめっちゃ知ってますとかではないんですよ。で、このコーナー自体も我々もその、一般的な目線としてそう、はい、お話をしたいなと思ってますんで、はい、まあ、あのこれが絶対だとかそういうわけではありません、はい、はい、知識人じゃないので、はい、でも巷でみんなこういうふうに思ってますっていうのを、まあ、この番組を通じてね、発信できたらいいんじゃないかなとは思ってます。だから皆さんの、はい、考え方を教えてもらえると嬉しいなと思ってます、はい。鬼の家さんがね、どっから少年法を主要するかが一番の問題点、年齢的な、どことか、どこから年齢的になるのかな、これも詳しくないですからね。少年法が何歳で何かをやらかしたらどこどこに行くっていうのも、20歳未満は少年院、少年院で、まあでもそうやね、そう、で少年刑務所っていうのもあるんだ。ある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 、で二十歳過ぎたら刑務所っていうふうになるわけだけど、ね、うん、その境は、境にさ、19の最後とかになったら、少年院の中で成人式は行われます。あ、ほー、そうなんや、はい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 、すごいね、それは知らんかったな。はい、ありがとうございます。いろいろ書き込んでいただいておりました。はい、エスパイガさん、彼の犯罪はキセル詐欺、あ、キセルの詐欺罪と、建造物侵入の犯罪になると。鬼の家さん、18歳で大人の常識が理解できてるなら少年ではないはずという意見いただいております。ペッパーさん、冷静に考えたら、未会計の品物があったら刑法なるのにね。持ち出しするときに、かセンサーがあるところではビリビリになっちゃう。下調べすごくしてたらしいですよね。そのお店の下調べはすごくしてたみたいですよ。その中でエスパイガさん、はい、改正すべきかどうかという中で、エスパイガさんはね、一部改正は必要だと思うと。一部、その一部って例えばどこら辺なのか、ちょっとね、打つの大変かもしれないですけど、教えていただけると嬉しいですね。犯罪、DTK さん、犯罪の重さで顔、名前出す判断基準作った方がいい。うん、私もそれすごく思います。はい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 。名前を出すかどうかですね。悪質さとか、やっぱりその、まあ、更生する気はないっていうふうに本人がすごく言ってたりしたじゃないですか。まあ、そういう人に関してはもう公開していいんじゃないかなって思うんですけどね。そうですよね。何をそこまで守る必要があるのかなっていう、なるほど、思った、いや、あそこまでこう大々的にやりたいボーイなんやったら、ボーイっていうか、ね、こうやったらもう出してあげたらいいやん。出してあげたらいいと思う。喜ぶんじゃない？そうです、まあ、もう本人自体なんか新世界の神だとか言ってますからね。そう、神様を公開してあげようよ。祭れるかもしれへんよ、分からんけど。もうずっとネットに残ればいいんだって。あるよ、ね、それで満足かもしれない、もしかしたらね。本当にそう思いますけどね。はい、エスパイガさんが、指名手配になる時点で名前や顔は公開すべきではないかと。私もそう思いましたね。動画の犯罪はほぼ演出ですねという話がありましたが、鬼の院さん、ちなみに少年院で20歳になったら刑務所に移動する場合もあるぞいって。そうなんだ。まあ、いろいろ書いております。鬼の家さんがさっき言っていただきましたね、どこから少年法を収容するかというのは年齢のことですかっていう話をしたら、んだーって。でもなんか、その今回逮捕された少年の方に関しては、はい、もう刑務所に送ってもいいんじゃないかっていう風な意見もあったみたいですけど、刑務所っていう風になると初犯扱いになるから執行猶予がついてしまう、そうすると、まあなんて言うんですか、そのまま出てこれちゃうわけですよね。少年移送地になれば、まあ、そういった施設で強制っていう風に
なるんですけど。なるの？な、逆にさ、うん、いや、わかんない、いや、絶対ないって言うわけじゃないよ。保護観察処分っていうことですか？はい、19歳でしょ、うん、どうするんやろうね。じゃあその改正させるために、うん、その少年法で言ったらさ、やっぱ少年法ってそういうことでしょ、未来を、うん、その子の子供たちの未来まで奪う必要、うん、権利はないんじゃないかみたいな、うん、まあまあめっちゃ大雑把やけど、うん、なんかそれを世にね、構成させて、うん、その子の道をね作ってあげようみたいな感じで守られてるわけじゃないですか、うん、少年たちは、うん、どこまでをやってんのかも分かんないから何とも言われへんけどさ、うん、なんか資格取らせてあげたりしてますよね。あ、そうかそうか、この、まあ、少年院であったり少年院の中で資格、あのそれこそ漢字検定とか、うん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 、大検っていうの、あ、あの高校卒業と同じの、ね、そうはいはいはい、そういうのとか、うん、多分勉強したり取れるところもあるみたいですよ、施設によっては。まあ、刑務所に入ったとしても、まあ、刑務所内で例えば自動車の整備とかをやって、そのまま刑務所先から、まあ、仕事を見つけてくれるっていうところもありますもんね。まあね、職業安定的な、まあ、実際ね、立派に本当構成されてる方も絶対にめちゃくちゃ世にはおられると思うので、うんうんうん、難しいけど、実際どうなの？改正すべきだと思う？私もでも、その DTK さんが言ったように、その犯罪の歴とか、うん、悪質さとかでもう公開しちゃってもいいと思います。確かにね、うん、ライオンは、まあ、あの先ほど名前を出しちゃえばいいみたいなことを言ったじゃないですか、うん、で、まあ、その時に捕まった時に、まあ、警察署内で、うん、名前公表をしてもいいか、はい、いいえかでなんか記入して、もしも犯人がはいだったら名前公表すれば、自分の、そうです、自分で自分でそれを決めたらいいんじゃないかなっていうのもまたいいのではないかなと思うんですね。ああ、はい、まあ法じゃなくてどうするやろうね、はい、うーん、そういう場合みんな出すんかな。まあでもね、あの世に名前を出したいとか言う人は書くかもしれんけど、でもそれで後悔してしまったらってことですよね。それ以外重いことだっていうのを分かってほしいなと思います。はい、ね、うん、いろいろ書き込んでいただいておりましたが、はい、おいのいさんがね、うん、さっきこれ言ってたね、あの18歳で大人の常識が、理解できてるなら少年ではないはずということで、うん、やっぱちなみに小、あ、待って、ごめん、はい、ベッパーさんがね、火災装置違う、読み方違う、火災装置でいいよね、少年院という流れだね、火災装置家庭裁判所とか、ね、っていう流れだね、未成年の場合は。と、人的被害は罪を重くするべきと鬼の家さんが言っていただいております、うん、ベッパーさん、成人基準引き下げるならば未成年の基準も見直さなければいけないねと。あのさ、私ちょっと分かんないけど、はい、私もなんか成人の基準は引き下げなくていいんじゃないと思うの。二十歳でいいんじゃない、逆に成人上げた方がいいんじゃないぐらいやもん。ビジネス的に分からへんね、国を守るためとか言ったら違うけど、うん、その成人っていう二十歳の基準を下げる必要はうちはないと思うんだ。もうお酒も二十歳からにしとけばいいし、タバコも二十歳からでいいしって、でも少年法に関しては、うん、でも私も一緒だな、指名手配とかになってる時点で、うん、警察の方たちには分かってるかもしれんけど、うちらは分かんないから、そうなんですよ、そう、何にも対処できないわけやんか、だからそういう場合はやっぱちゃんと出して報告っていうか、するべきだと思うし、だそれこそやってる内容にもよりますけどね、あの罪の内容にもよりますけど、少年法は私もちょっと改正すべきなんじゃないかなとは思いますが、でもこの感じだとなんか変えた方がいいっていう案の人の方が多いですね。なんかこう変えられない理由があるんですかね、逆に。なんか我々はやっぱりそういうところまでは深くわからないじゃないですか、その少年法を改善できない理由とか、まあ特にその言われてるのはやっぱりこれから大人になるのに、まあ、妨げになるっていうところだと思うんですけど、
じゃあどれくらい妨げになるのかとか、そうやな、うん、いろいろ考えられてるとは思うんやけど、うんうんうん、でも今回の子とかはね、過去にあった大きいその事件、うん、少年法でこうなんか守られてるって分からんけど、その未成年の子が起こしたなんか、なんていうの、そういう現場とかにわざわざ行ってるらしい、はい、行ってたらしいよね、はいはいはい、うーん、でそれで少年法はおかしいっていうのが本人が思っての、各、ね、あの関西の方にも事件がありましたみたいになったら、うんうんうん、その場所まで行ってたらしいからね、まあ、何かしらの信念を多分彼は持ってるのかもしれないけど、うんうんうん、その信念っていうかね、ちょっと思ってることがちょっとなんかね、そうですね、向かう方向が違ったのかもしれないし、何が悪かったって言ったら、まあ、決して今回やったことが許されることでは到底ないけど、うん、でもなんかね、自分らも考えないといけないことはきっとあると思いますが、うん、まあ、今回のテーマとしては少年法を改正すべきかっていう中で、はい、まあ、皆さん本当そういう考えがやっぱ多いんですね。今こういう事件が起こったからこそ、今もう一度見直さないといけないっていうところも大変ありますよね。DTK さんがね、中学生でも、殺人とかしたら出してもええと思うよと、うん、おにのいさん、まあ何でもかんでも法律だけで送り込むことだけが正しいのかと思うと、大人もそれで満足なのかという問題も、え、待てよ、まあ何でもかんでも法律だけで送り込むことだけが正しいのかと思うと、大人もそれで満足なのかどうか問題でもある気もすると。うん、満足というか、うん、その意識レベルの問題じゃないですか。罪の意識の問題だから、それこそ別に少年院なんて半年1年長くて1年半だし、うーん、っていう考えでいるかもしれないし、うん、確かにそうやね。だったら今のうちにとかさ、二十歳超えると前科つくから悪いことやるのは今のうちにとか、ね、絶対そういう考えもあるから、うん、ずる賢いからね、うんうん、怖いな子供って思ってるよりも怖いな。ベパさん、今回の事件で物的被害のあった企業とかの損害の検知からも、うん、こういう重要事件については成人と同じ扱いが妥当だと思うと、うんうん、エスパイガさん、年齢を18にすると学生らも同様になるので、そのあたりも難しいと。そうだね、だからなんか学生とか年齢とかっていうことよりも、その事件の重みが重要なんじゃないかなっていうふうに思う。確かにそう、うちもそういうのは、うん、ベッパーさん、うん、憲法とかの絡みもあるから改正が難しいんだろうねと言われております。エスパイクさん、4月という区切りを法律で規定できるかって言ってますけどね、その、まあ、学生のどうのこうのっていうのも含めでしょうけど、時代の流れってすごいからなと。 DTK さん、大学でも二十歳超えてたら名前顔出るのって。出ますよ、うん、あ、出ますね、出ますね、うん、出ます、うん、だそうです。だから成人式とかで何かあると19歳の子はモザイクかかってるけど、二十歳の子は顔出てるとか、うん、名前も出ちゃうとか、そう、分かりづらい、そういうレベルですよね。ねえさん、檻の時代じゃただの悪ふざけで済んだ問題が今じゃ犯罪だの逮捕だのってニュースばかり。まあそれもありますよ ね、まあ、ね、時代の変わりか、ね、流れってすごいからなと、うん、お兄さんが言ってましたが、うん、まあその通りですよね、うん、ちょっと本当これは興味深いのでね、もうちょっと我々も知識をつけて ね、 そうね、またね話す機会があればいいかなっていうふうに思います ね、うん、ね、こんなことを考えなくていい世の中になればいいけど、まあそれはね、ね、なかなかまあ難しいよ、時代が変わってきてるからさ、うん、やっぱそれに対応する何かは必要だと思うので、うん、はい、まあ、皆さんもね、またあの今後ねテレビ見たりとか、はい、なんか話を聞いたりとかで、うん、なんか知識が増えたり発想が変わったりでしたら、また教えていただけると嬉しいなと思います、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、続きまして、2本立て、もう一個、もう一個、2本立てです。ダラン、イクメンパパの定義って何？はい、イクメンパパ、イクメンパパということで、うん、はい、じゃあここ最近ね、うん、あのこれちょっと私がちょっと気になった話なんですが、はい、まあ、最近ドラマでも玉木宏さんがね、うんうんうん、主演されているドラマが始まっておりまして、はい、私まあ見てたんですよ、うん、面白いなと、うん、で、あ、男性と女性のね価値観というか、お父さんとお母さんのね
立ち位置っていうかね、うんうん、あ私は経験してないので、うん、あこんなんなんかなって、まあでもドラマやからこれ持ってるやろとか思ってたのよ、うん、じゃあその2日後ぐらいに友達に会って、うん、去年年末ぐらいに出産した子がいて、うん、で子供も一緒に会ったんですよ。全く同じことを言ってたのドラマとそのドラマの奥さんが言ってること、全く同じことをその子から言ってえほんまにあれはそのドラマだけで作られたものやと思い込んでるのよ、うん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 、まさかそこまでみたいな、うん、全く同じことを聞いたからもうリアルタイムすぎてびっくりして、うん、その奥さんが ドラマを見てるってことでもないですね。見てなかったよ、私見たいって言ってて、うん、見れへんかったって嘆いてたから、うん、見て見てって言ってた、全く同じこと言ってるから同じこと聞いたから見て見てって言ってでもあのドラマに関してもやっぱりすごくあのリアルを追求してるっていう声と、あとやっぱり未婚の出産経験のない女性から見ると、うん、奥さんにすごくイライラしてしまうっていう、この両方のね意見がすごく分かれてるドラマになってますよね。あ確かにそういうのはあるやろうね、きっときっとあると思いますが、うんまあ、その中で、はいまあ、皆さんが思うイメージでも構いませんが、うん、まあ近頃っていうかここ数年よね出てきました。そうですね、イクメンイクメンっていう風にすごく言われていますね、うん、最近。はい、というか鬼たんがね、鬼のことかっていう、ね、そうよイクメンです、イクメン。そうよ、イクメンパパの定義って何ということで、うん、もうそのね、ドラマでもありました、あの、うん、そのドラマの中ではあの玉木宏さんは俺はイケメンだと、あ、イケメンだ、イケメンですよ、イケメンとイケメン、イケメンだとは言ってないわイクメンだと言ってました。でも奥さんにしたら、はい、イクメンって言ってるんですよ、はてながいっぱいついてしまうっていうね。奥さんにしてはやってほしいこととかがあったりとか、うん、思いがずれてたりとかね、うん、あるわけですが、うんまあ、じゃあ何をしたらイクメンパパ。そうです、もう自分このドラマ知らないんですけど、うん、奥さんはこのイケメンパパに対して、いや、わかんない、このイケメンパパに対してイクメンってどこを疑問に思ったんですか。え、どういうこと。だから男性は要はそのまあその話、ドラマの中の話だと、うんうんうん、男性は独身の時と変わらないライフスタイルの中に出産とか子供、育児っていうものがあるわけですよ、はいはい、ベースが、うんうんうん、ライフスタイルのベースが独身時代と変わらないまま、うん、奥さんはもうそのライフスタイル全体が子供中心になってるよ、ね、変わるわけじゃないですか。そのシフトチェンジが噛み合ってないから、はい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 、なんでそこでそうなるのっていういろいろちょいちょいこう疑問に思ってくるんでしょうね。そういうのは感じられました。いやすごいわかります。あすごくわかりますよ。私はやっぱ経験者は熱いですね、うん、その独身気分はどうにかならないのかなっていう。でもやっぱなんか女の人の方が先に母親になるっていう、うんうん、あのお腹の中に子供がいて、まあはい、それこそ1年間は絶対に先にお母さんになるわけじゃないですか。そうですね、男の人よりかは、うんうん、で男の人は生まれてからだんだんこうねお父さんっていう、 こう意識が出てきてっていうやつなのかなっていうふうにそうなのかなっていうふうに今となれば思ったりもするんですけど、うん、いやーでもいろいろありましたけどね。ねすごい気になるねね、イクメンパパの定義って何とおにたんが書いて矢印してって 鬼の子とかって言ってんだけど、その間にねエスパイドさんがね寝てんのよちょっと面白い、見てなかったけど何言ってたんですかみたいなはい、DTK さんがね、料理できるとかそんなやつって。そう。まあ、定義そう、もうそこもさ、だから男性と女性で価値観が違うんやろうね、うん、きっと多分女性が求めるイクメンパパっていうのはママが疲れてる時には料理をしてくれて、うん、子供の面倒を見てくれるとか、はい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 、そういうこの家庭の中のことをやってくれることなんだと思うんですよね。こういうのも育児とはまた置いといて、まあ、例えば2人で住んでいて、うんまあ、男性の方が家事とか、まあ、炊事やっていたら、まあ、子供を産んだとしてもそれはそれで家のことやってる方はイクメンになるんじゃないんですかと思うんですけど、なんだやろね。昨日さ、昨日じゃない、うん、その先日ね友達と話しててなんか思ったのは、うん、その作業をどうこうじゃないんじゃないかと思ったの、うん、メンタル的な、うん、気持ち的にその
見てるところが一緒じゃないわけよ、もうすでに、うん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 、多分その歯がゆさでストレスが溜まってるんだろうなみたいな、うんうん、だってやっぱその友達にしても仕事が大変なのは働いてもらってるしで稼いで帰ってきてもらってるしんどいしっていうのはすごくわかると、うんうん、わかるけど、例えば休みの日がありましたってなったら、その休みの日子供と一緒にいたいとは思わないのってなったのよ、うん、いや遊びに行くのもいいよって、それは遊びに行く時間もすごく大事って、うん、やっぱ付き合いもきっとあるやろうし、うん、自分の好きな時間もやっぱね、せっかくの休みだから、うん、あの取って欲しいなっていう気持ちもあると。だけどその中でも子供と一緒にいたいって思う気持ちはないの？やっぱ仕事帰ってきたら寝てるわけですよ、子供にしたら、うんうん、子供は、ね、うん、はい、でその時間はいらないのっていうので、うん、ちょっと話をしてて、あ、まあ確かにそうかもなと、うん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 、手伝うどうのこうの家事を手伝うっていうのもすごく助かるんだとは思うけど、多分見てる子供を奥さんももう一番になってるわけですよ、うん、で旦那さんも子供一番になってたら多分そういうのってないんじゃないとか、うん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 、ってちょっと思ったの、うん、どう？そうだと本当メンタル的なところが一番大事なんだと思うけど、でも世で言うイクメンっていうのはそうですよね、家事をしてくれて、家事をしてくれてそう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 、手伝って一緒でいいんじゃないの、手伝ってくれてっていうのが世で言うイクメンパパじゃないですか、になってるよね、うん、でも実際本当そうですよね、そのなんだろう、自分のことを満足にできなくなるわけじゃないですか、うん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 、毎日毎日、別にこの育児に関してストレスとかじゃなくって、自分のことができないんですよ、うんうん、女の人からしたらってことですね、毎日毎日が何かをしよう、トイレに行こうと思っても行かれないとか、このちょっとしたストレスですよね、お風呂に入りたい時に入れない、寝たい時に寝れない、ご飯も最初から最後まで食べられないじゃないですか、そういうちょっとしたことのここの部分のケアを共有できれば、うん、シェアできれば、うん、きっとそれで満足だと思うんですよね。なるほどね。ここが なかなかね、シェアできない部分ですよね。ね、待てよ、DTK さんが母親に代わって育児をする父親をイクメンというのって。それは多分違うかもしれないよね。それは何？主婦？うん、あ、そうやね、そうやね、あの夫の方の主婦やね、になるんやろうね、うん、エスパリガさん、多分子供にちょっとでも育児して満足してる勘違い面が多いと、そう、俺はそう思う、そう、俺はそう思う、勘違い面そう思うよ、ベッパーさんがね、子供ができたら夫婦がその子の成長のために協力し合って、うん、これなんて読むの、水力尽くすっていうかね、尽くす力よ、するのが、必然だと思います、うん、確かにそうやね、うん、おインタンがね、俺は嫁が先に仕事に出たから、ほぼ子供たちは見てたぞって、うん、ああ、イクメンね、そういうのはなんか、うん、ありがとう思う、あのね、ライオン素敵素敵甘いって言われてんね、何やですかこんにゃくですか、違うわ、ね、辛いねあれエスパイガさん、実際母親の目線と父親の目線はかなりずれてるからなって、うんうん、絶対一致することは絶対ないと思うんだ、うんうん、本当それはそう思う、うん、それはやっぱね、奥さんも、うん、はね、お母さんもそこはやっぱ理解しとかない、尊重っていうかさ、分からないことは絶対あるからさ、うんうん、お互いにお互いそれを尊重し合う必要はあるとは思いますけどね、うん、エスパイガさん、母親と同じぐらい24時間やる努力をしないと母親はやっぱりイライラする、父親も子供が、お大好き可愛いけど母親から見たらその子持ちも、あ、その気持ち、その気持ちも理解されないかなって、理解してないわけじゃないんですよね、きっと、わかるけど、え、そう、男みたいな、なんかなんかね、女性的にそういうのはさ、付き合っててもある、うん、多いんじゃない、うんうんうん、やっぱ求めてしまう部分ってすごく多いんじゃない、うんうん、こうしてほしいのにどうしてしてくれないのっていうのは、うん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 、なんか本来女性の持ってる、確かにそうかもしれない、ね、性格的なもので、うん、本当はこれを言わないけどこれをやってほしいのっていうのがあったりするやん、うん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 、言っちゃうけど言っちゃうけどね、すぐその根本的にね、その女性みんながそうとは言わんけど、そういうタイプの方が多いのかもしれない、うん、多いね、だろうね、もう数十年前なんてこのイクメンパパ
イクメンパパとかなかったんじゃないですか、ね、男が仕事に行って女を家のことってことだったのに、まあ、ここ最近になってなんか女性の立場が上がってから男性はどうなのって男を卑下するように見られてこのイクメンパパって出てきたような感じがするじゃないですか。最初私もどっちかというとそういう感じで思ってたけど、うん、まあ、ドラマ見た後友達の話聞いた後なんかそこじゃないんやろうなと思った、うん、どっちが上だ下だとかじゃなくて、うん、一番大事にするところをお互い同じように見たいっていうだけな話なのかなって思ったの、うんうんうん、やっぱりその奥さんも仕事をしてくれてるからやっぱり言いにくいとかお金のこととかは言いにくいっていうのはやっぱり持ってるし、なんか尊重してあげたいっていう気持ちはあるっていうのもやっぱ近くで聞いていろんな話を聞いて感じたし、ただ何が大事かっていうとやっぱその根本 なのかなってちょっと思って、今しか見れないものってたくさんあるじゃないですか、うん、子供の成長において。そうやね、今しか見れないものを今あなたと共有したいっていう、多分共有、それ共有なんですよ、ね、共有を求めてしまうんですよ、うん、今あなたと一緒に喜びたい、でもあなたは向こうを見てるみたいなそう、これはどこ見てんのいや、そうだね、男はそうだね、見てるのよ。そうかもしれないね、うん、確かにそう。だからそれをやっぱ話し合うとかね、うん、お互いにね、ちょっとこう気づき合ったり、うん、ね、うん、気遣いをし合ったりってできたらなんかいい家庭が ね増えて、もっともっとね、ただちょっとこううまいことこう噛み合ってないだけなのかもしれないので、うんうん、ちょっと今回ねこのドラマ残念な夫、はい、死者みたいになってる、なんか死者じゃないな、宣伝宣伝に、いやでもちょっと面白かった、うん、なんかちょっと最初だから私はそういう気持ちで見たわけじゃないから、うんうん、ちょっと嫌な気持ちになったのよ、うんうんうん、もう自分この残念な夫ってタイトルが嫌です。そうそう、だから男性を下にしたっていう感じやと思ったけど、なんかそっちの観点じゃないように見るとちょっとね、なんかまた新しい気持ちで見れるドラマかなと思いました。はい、ライオンみたいな人に見てほしいなと。残念な夫を選んだのはあなたですからねってことですよ。ということで、まあ、いろいろね書いていただいておりました、そちらをちゃんとお読みしたいなと思います、はいはい。鬼の家さん、子供が病気になった時の不安感は半端ないと、うんうん、そうやね、うん、DDK さん、子供にしたら寝てる間に仕事出かけて寝てる間に帰ってるから休日の父親しか知らないのがほとんど、うん、確かにそうやね、うん、だからこそお母さんはその時間を一緒にいてほしいって思うかもしれないね、うん、ベッパーさん、幼くても子供にも主張、自我があるのだから、その子の自我に応えることこそ育児だと思うのです、うん、と言われております。鬼の家さん、やっぱママじゃないと無理なのかって考えてしまう瞬間が出てくるって、うん、それでもお互い絶対あると思うよ、うんうん、奥さんはお父さんじゃないとやっぱりダメだっていう時もあるんやろうし、うん、とあると思います。ペッパーさん、あ、尽力って読むんだね、読めないの、読めませんでした、ごめんなさいね素直に言えるね、直ですよ、素直よ、ごめんなさいね、読めませんでした謝り方父親が母親の理想とすることをするのは仕事を優先せざるを得ない父親は現実的には理解してもらえないですね、うん、あ、でも今は子供のことを優先の伊賀ですと、うん、ね、何がいいか分かんないけどね、難しいな。小泉さん、仕事に戻ります、お疲れ様ですって。お疲れ様です、ありがとうございます。やっぱりね、結婚に夢を見ちゃいけないんですね、うん、夢を見すぎちゃいけないんですよ、うん、今こうね、やっぱりこう離れて考えるとすごくいろいろ分かったりしますから ね、あ、こういうことだったのかってちょっとね、結婚しても距離感は必要かもしれませんね。はい、ということでこの時間がやってきましたね、はい、もうだいぶ過ぎてるの、ね、ごめん、めっちゃ楽しかった、いいお時間になってまいりましたので、今日も行きたいと思います。このコーナーです、お天気なおのコーナーです、はい、いい加減参加しろ、はい、はい、このコーナーはチャッターの皆様が今いる現在の県名とそこのお天気を書き込んで、これからお出かけする人のために役立てようといった全く新しいお天気コーナーとなっておりますので、皆さんぜひとも県名とお天気書き込んでください、よろしくお願いします。はい、今日はよくできました、はい、はい、このタイミングでポドソルトさん、ポドソルトさん、こんにちは、ありがとうございます。ということで、小泉さんがありがとうございます、あの、うん、抜けられる前に書いていただいております、あ、まだ抜けてる、ありがとう宮城県は晴れです、晴れです、ありがとう、あれじゃちゃんと時間通りに書いてくれたんだな、うーす、もちろん嬉しい、ありがとう、早く入れよってことだねごめん、早い早い
ちょっとね、やっぱね、話がね、膨らむとね、楽しくなってきたんだよ。すぐ伸ばしちゃうの。だからね、どっかでギュッてなるから。どっかでギュッてするから。はい。おエスパイガさん、結婚は忍耐マラソンですと言われてる。そういうふうに思わないようなね、楽しくこう過ごせる相手がいればいいんですけどね。皆様にとって結婚は〇〇の気になりますね。でもしてない子の方も多いでしょ、半々ぐらいじゃない、うん、この感じだと、今日の感じだとね、うん、お稲荷さん、ありがとうございます、ありがとうございます。福岡県朝倉市、うん、曇り、夕方から雨の予報、バレンタイン近づいてきましたね、ママ今年いっぱい配るからね3倍、3倍いや、ベッパーさん、はい、神奈川県藤沢市、高倉、曇り、雷専用温度、専用温度湿度計より、はい、温度3度、湿度 15%、 これから、うん、外出予定だけど雨降りそうだし寒い、顧問漢字検定受験推進委員長より、何よ漢字検定バカにせんとって、一度あのね、少年院の方に入ろう。ちょっともう無理やわ、出るわ、メディアに出るわ違う意味でそっちでメディアに出たくないちゃんと出させて、やめて笑いそうやね、雷メンバーチャッターさんとかが、うわーとか言いそうやね、出てきたら関係しましょう、検定取りに行ったよ、出たよみたいな、すごいね、このアーカイブ大変なことになるやめよう、やめよう。DDK さん、ありがとうございます、うん、兵庫県神戸市、晴れです、はい、出かけるので落ちます、お疲れ様です、お疲れ様、お疲れ様です、いってらっしゃい、気をつけて、ありがとうございます。エスパイガさん、三重県伊賀市、曇り、肌寒い、これからむっちゃ可愛い上の子のお迎えです、うん、いいね、嬉しいな、なんか嬉しくなるね、こういうの聞いてると。なんか、ごめん、時間がなかった、はい、あ、違う違うついつい言いたくなるからね、ありがとうございます。それの課題はなしにしようぜ、ライオンとかいっぱい書いてるけど、結婚ってなんだっていうことかな。DTK さんがね、嘘、曇ってましたって、こう、兵庫県曇ってましたか、言っていただいております、ありがとうございます、はい、もし今打ち込まれている方おられましたら、最後の最後まで打ち込んでいただけると嬉しいな、うん、あのポトソルトさんもね、ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。ゲストさんもおられますので、ぜひとも、うん、あの打ち込んでいただけると嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。ではライオンお願いします。はい、チャットの皆様、書き込みありがとうございます。まだ書き込んでない方は書き込んでください。で、1月21日なんですけど、昨日が1月20日大寒の、まあ、24式っていう、1年の暦の大寒で、まあ、これから15日間は本当に寒いんですが、この後、まあ、大寒の次が暦、立春です。で、もうすぐ春が来るなと思いながらも、残り15日間、まあ、寒さに耐えながら、暖かい春を待ちましょう。で、まあ、これからお出かけする方、本当に天気が曇りから雨っていう予報が多くなっておりますので、まあ、きちんと、まあ、傘を一つ持って、まあ、荷物になるかもしれませんけど、傘を持ってお出かけしてください。以上、お天気なおでした。はい、ありがとうございます。今日はですね、本当にこれから関東でも雪が降るかもしれないというふうに言われているのでね、すごく寒いですね、うん、ね、寒いですよ、うん、だから私もちゃんと傘持ってきた、持ってきます。国際キャンタルシー、いい傘買って、いい傘、いい傘じゃない、600円ぐらいで、いい傘じゃん、それで100円じゃなくて、ちゃんと、すぐなくすからさ、でも大事、ごめん、また話長くなるから、話長くなるからね、ごめんね、ということで、本日はね、水曜日なので、10秒調査、あいうえお作文いきたいと思います。はい、ということで、先週はちょっとボロボロだったんで、今週は頑張りたいなと思います。今からエンディング映像を流します。エンディング映像を10秒間だけ生放送に戻して、あいうえお作文3文字の言葉で何かお届けしたいなと思ってますんで、うん、エンディング映像中、皆さん3文字の言葉ぜひとも打ち込んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、本日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。今週の金曜日7時からまたお会いいたしましょう。新生雷調査隊でした。さようなら、バイバーイ、バイバーイ。初めて見る顔を知ること。
しょっぱいな。美味しかったよ。けど、しょっぱかったね。そうね。